辛い朝はうんざりするね。どうもこんばんは、俺のモルトです。今日もお休み前の一杯していかないか。そういえば去年の10月にみんなで挑戦したジンビームホワイトラベルの擬人化テイスティング、それからしばらく講座を開いていなかったな。ということで企画しよう。来月9月3日土曜日の夜10時から生配信で、今回はカナディアンウイスキー売り上げ世界一のクラウンロイヤルの擬人化に挑戦するぞ。クラウンロイヤルは上品な甘さと優しい口当たりが特徴の万人に飲みやすい銘柄だ。参加できる仲間は当日までにボトルを用意しておいてくれよな。さてみんな、 YouTube チャンネルウイスキー同好会ビアスチャンネルさんをご存知だろうか。先日彼らの生配信を見ていたら、すごく興味をそそるボトルを紹介していた。これだ。ブレンデッドスコッチウイスキーリバークイーン。日本の市場ではあまり見かけない銘柄で、知らない仲間も多いと思う。俺は今回酒の格安で手に入れることができた。価格は1000円程度と安いスコッチだが、何でもハイボールにした時に日課ウイスキーのカフェモルト、劣化版カフェモルトといった雰囲気になるとか、実に興味深い。だが一つ問題があるんだ。俺はカフェモルトを飲んだことがない。だから検証のしようがないわけだが、とにかく早い話がうまいってことだろう。ならばいつも通りストレートでテイスティングして、このウイスキーのポテンシャルを丸裸にしてやるだけだ。その後はみんなに任せる。こいつがうまければ俺たちにとっても大収穫ってことさ。エンセリオマジで。それでは実際に飲んでみよう。ボトルを開封するときはいつだってワクワクするもんで。いただきます。爽やかだな。甘酸っぱいサワー系の香りだ。果糖のヨーグルト、レモンチーズケーキのようなサワー感、オレンジマーマレードを回するほろ苦さ。こいつは驚いたな。めちゃくちゃいい香りだ。ただ熟成年数の若さというか、この価格帯のブレンデッドスコッチでよく感じるようなアルコール臭と刺激もしっかりある。間違いないわ。こいつはうまい。1000円クラスのブレンデッドスコッチはどの銘柄を見ても香りも味わいも似たり寄ったりになるケースが多いが、リバークイーンはちゃんとアイデンティティを感じるな。しっとりしたビスケットのような柔らかい香ばしさ、ふわっとレモンタルトのような爽やかさ、さらっとした蜂蜜、甘いミルクチョコレートのようなコクもしっかり感じる。ふわーっと香ばしい甘さが鼻から抜ける。やはりちょっと若いというか、エタノール感むき出しのケミカルビタ、熟成が足りてない感じはするが、それなのにめちゃくちゃうまいってどういうことよ。アルコール度数は 40%、 ボディも軽めで爽やかだから、ついつい飲みすぎてしまいそうな脂質だ。実にハイバランス。あえて一言でまとめるならレモンケーキだ。メジャーな銘柄ではないにしても、こんなうまいスコッチがあったとはな。久しぶりに感動したぜ。もはやこれが日課のカフェモルトに似てるとか、そんなことはもうどうでもいいな。シンプルにうまい。ストレートでうまいってことは割ってもうまいってことさ。これはリピート決定だな。それでは今回も擬人化テイスティングしてみよう。このウイスキーを人間に例えるとどんな人物になるのかまとめてみた。これだ。それにしてもやはり1000円クラスのスコッチは神コスパの宝庫だな。正直いまいちなボトルも存在するが、安いからといって侮れないのがスコッチの世界。みんなもぜひマイナーな銘柄にも目を向けてみてくれよな。さてこのリバークイーン、夏が似合う爽やかな人物像が現れた。性別は男性、年齢は23歳、マリン系の爽やかな香水をつけた美男子、しつこくないモテ仕草で意図せず女性心をくすぐってしまうような女ったらしなキャラクター。突っ込んで例えるなら、まるでシチリア島の海辺でレモネードを飲んでいる若かりし頃のレオナルド・ディカプリオ。一体どういうことか。このウイスキー、さすがリバークイーンという名前だけあって女性が好みそうな柔らかく甘い脂質に仕上がっている。飲み込んだ瞬間に感じるのは、さらっとした蜂蜜の華やかさ、水飴のようなみずみずしさ。決して濃厚なニュアンスではなく、ふわっと柔らかくアプローチしてくるのがいいんだ。その後すぐ追いかけてくるのが、ミルクチョコレートを思わせる甘いコクと、レモンタルト、レモンチーズケーキのような、しっとりと爽やかな酸味。印象的だったのは、このチョコレートとレモンケーキのニュアンスが、明快にはっきりと感じられること。ここにリバークイーンの個性、アイデンティティが宿っているんだ。マイナス点を上げるなら、こういった爽やかな味わいの裏でしっかりと感じる、未熟さを思わせるエタノールフレーバー、アルコール特有のケミカルなビター感がやはり感じられることだ。とはいえ、価格を考えると未熟なのは当然。むしろ未熟な中でも、こんなにも豊かなフレーバーをはっきりと感じさせてくれるというのは、ブレンダーのセンスと努力が伺える。未熟な分重厚感もないが、むしろ軽い飲み口と、爽やかで甘酸っぱいフレーバーが見事にマッチしていて、飲み手を飽きさせることなく、もう一杯、もう一杯と引き込んでくる。わかるな、このキャラクター。この資質は、男性にはもちろんだが、特に女性におすすめしたい。ひと夏の恋、夏が似合う爽やかイケメンの甘いアプローチに、ぜひ酔いしれてみてはどうだろうか。それでは今日の総評だ。このリバークイーン、ピート感はなく、まるでスイーツのような優しい味わい。1000円クラスのスコッチで、久しぶりの大収穫だった。フィアスチャンネルさんの紹介を見ていなければ、決して手に取らないまま過ごしていただろうな。ご縁にありがとう。この機会に、ぜひみんなも飲んでみてくれよな。試しにハイボールでも飲んでみたが、爽やかな甘さの中にコクが強調されて、めちゃくちゃブエニッシモだった。これはもうブエニッシモハイボール。ごくごくいける。この夏の無限ハイボール推奨銘柄だ。取り扱っている店舗は少ないと思うが、とりあえず酒の格安を見つけたら、ぜひ覗いてみてくれよな。それでは今日はこの辺で、ブエナスノテス、おやすみ。